はい、こんばんは。ですね、久しぶりです。2022年4月、今日16日の日曜日、夜の9時20分ということで、実はですね、僕宛に、昨日、ある方から、プレゼントがですね、誕生日プレゼントが来ましたので、それを、ただ単にちょっと開封して、お礼のですね、動画を撮りたいと思います。はい。では、早速ね、このちょっと袋に、ちらっと見せますけど、袋にプレゼントが届いてますので、それを早速、解いたいと思います。あ、ちなみに、その、いただいた方の、ブランド名なんですけど、ごめんなさい、ちょっと、今ちょっと、しっかりと名前をですね、正式な名前を言いたいと思いますので、ちょっと待ってください。ですね。本当にですね、気持ちが嬉しくて、動画に行きたいと思いました。はい。正式名称、略しては分かるんですけど、どこに書いてある？ああ、分かりました。ですね、FYSD、ファジーサウンドですね。庄司さん、ありがとうございます。庄司さん。本当にね、この間もロング T シャツ、ロン T、購入させていただいたんですけど、まあ、精進さんから、気持ちがすごいこもったですね、プレゼントが届いたので、皆さんに、ご紹介できればと思って、今回、共有したいと思います。では、ちょ、まだ見てない。また、どうしようかな。ちょ、先に見よう。うわ。これ、かっこいい、精進さん。僕、てっきり、カラーかなと思ったんですけど、逆にこれ、めちゃくちゃかっこいいですね。で、カラーもかっこいいと思うんですけど、このモノトーンな感じ、マジでかっこいいです。じゃん。どうですか？いや、この、かっこいいです。そして、ここのね、手書きの、障子、ファジーサウンド。2022、めっちゃかっこいいじゃないですか。どうやってこれ書いてるんですか、ペンは。っていうぐらい、すごい、かっこいいです。そして、お、何か入ってますね。あ、ありがとうございます。ポストカードまで、今度は色付きで。庄司さん、ありがとうございます、マジで。嬉しいです。これね、ぜひ、この、僕の狭い部屋ではありますけど、飾ってね、ぜひ、毎日眺めて、癒されたいと思います。で、かっこいいです、マジで。本当に、今回ちょっと感謝の気持ちを込めて、ちょっと、動画作らせていただきました。はい。ぜひ、皆さんもしよかったら、庄司さんの作品、マジでかっこいいので、よかったら購入してください。では簡単ですが、以上です。感謝の動画でした。ありがとうございました。いや、かっこいいっすわ、庄司さん。ありがとうございます。これね、本当にこれでまた一段とおしゃれな部屋になりました。庄司さん、今後ともよろしくお願いします。ありがとうございました。